まあ皆さんご存知だと思いますけれども311の大震災があってからまもなく3年になろうとしています。 そして、えーまああのーえー、香港の方からもずいぶん大きなサポートをいただいたんですけれども、えー、この復興は必ずしもうまく進んでおりません <laughs>、はいえー、そして震災後すぐに、えー、家を失ったあたくさんの人々が、まあ、このようなあ学校の体育館などに集まって、えー、時を過ごしました。はい えー、そして、えー、3か月後4か月後ぐらいから、まあ、このようなあ仮設住宅に移り始めましたあー、えー、この2枚の写真を見ていただくと、まあ、あその私が普段建築で考えようとしている問題が、まあ、象徴的に現れているような気がしますつまり前の写真、えー こちらにはプライバシーもない、そして寒さ、暑さも、特に寒さですね、この地方は、寒さに対する対策もない、非常に厳しい生活です、それに対してこちらは最低限のプライバシーはある、そしてまた最低限の性能も確保されている。 しかし私は、えー、多くの人たちにあの被災地に行って訪ねましたそして、えー、多くの人たちが必ずしもこの住宅を喜んではいない、えー、ここでは、えー、最低限のプライバシーはあるけれども、えー、他の人と話す場所がないそしてまたあその以前のような 体育館の生活の方があ一日中今まで知り合った人たちと話していることもできるしあるいは食事を一緒にすることもできるんだ、えー、この方が良かったって言ってる人がたくさんいるんですで、えー、つまりここにはその我々があ普段考えている近代化という問題 建築の近代化の問題が大きくここには立ちはだかっているそのことを私はこの3年間考えてみようと思いましたそこで始めたのが非常に小さなプロジェクトですけれどもホーム・フォー・オールという小さなコミュニティのための家を考えるプロジェクトを始めましたはい

It is its s a half for u users to discuss about the r e c o n s t r u c t i o n まあこういう3つの目的を持ってスタートしましたそして現在私だけではありませんが瀬島和代さんあるいは山本利研さんといった建築家と一緒になって9軒のホームホーールみんなの家がこの各地に建てられて使われています そしてさらに今あ数軒のみんなの家があ計画中あるいは建設中です。はいでえー、今日は、まあ、その中の2つをご紹介したいと思ってるんですけれども、えー、まず一番最初に作られたあ2011年震災の年の秋に出来上がったあみんなの家を一つ見てください。でえー、ここではあその さっきご覧いただいたような仮設住宅に住み始めた人と話をすることから始めました、えー、彼らにとってもしこの小さなプロジェクトで我々がサポートできるとしたらあ一体何が彼らにとって欲しいのかで、えー、彼らは大変無口ですけれども、えー、時間が経つにつれて えー、薪のストーブがあったら嬉しいとかあるいはあその縁側がもし仮設住宅に縁側がついてるだけでも、えー、隣の人と話ができるのにといったようなことを話し始めてくれたんですねで、えー、私はあ、まあ、そういう話を、えー、全て聞きながらそれを取り入れた形で、えー、彼らに模型を提示しました。 何度かのミーティングを繰り返しましまた、はい、でそこでできたのが、まあ、この上に少し見えているのは、えー、この政府が作った集会所なんですがこれはもう人の心を温めるようなものではなくて本当に集会のための集会所なんです。で、えー、そこで、えー、これを広い縁側で結んで。 そしてこの小さな家のほとんどは土間コンクリートのままの床ですそこに学生たちに15人ぐらいが座れるようなテーブルを作ってもらいましたそして小さな畳のスペースも作りましたそこでオープンの日に まあここに住んでる人たちは、まあ、本当に涙を流して喜んでくれたんですで、えー、私はまあ40年ぐらい、えー、自分で建築を作ってますけれども、えー、クライアントあるいはユーザーからこんなに喜ばれたことはありません、えーえーまあ、ここには、えー、小さな縁側がありこの住宅は本当にデザインから見たら 何でもない、えー、伊藤さん、えー、こんな住宅をやっちゃっていいのとスタッフからも言われました、えー、しかし私は、まあ、ここで一回建築家を捨てて建築は一体誰のために作っているんだ建築家は一体何のために建築を作っているんだそういう問題を問い直してみたいと思いました <laughs>、えー、ですから できるだけ若い建築家と一緒になってその問題を考えたいと思っています。はい、で、えー、現在でも、まあ、こうやって毎日、えー、ここに住んでいる人たちが仮設住宅に住んでいる人たちが、えー、お茶を飲んだり、えー、お酒を飲んだり、えー、そして、えー、これから自分たちはどういう生活をするんだといった相談をしています。はいえー 今現在はもう大変寒い地方ですから、まあ、この薪のストーブが毎日燃えているだろうと思います、はい。で、もう一つ、一番新しいみんなの家を見てください。これはつい2週間ばかり前にオープンしたばかりの一番新しいみんなの家です。これは 海辺に漁師のたために作られましたもうあの震災から3年近く経ちましたから、えー、これからあ若い人たちがどうやってもう一度農業をやったり、えー、漁業をやったらいいのかと、えー、そういう人たちを支援するためのみんなの家です。でえー、そこで、えー、モデルになったのが これはバーレーンのフィッシャーマンのための小屋です。えーえー、前,前々回ですね2012年、2010年の建築のベニス・ビエンナーレに展示されたものです。で、えー、これがあ、まあ、日本でも展示されて、えー、それを展示した後、えー 引き受けていただいて、えー、そして、えー、この釜石という被災地に持っていきました、はい、そしてこの左側があそのバーレーンの小屋なんですけれども、えー、それとそれに追加をして我々が、えー、新しいみんなの家を付け加えてで、えー、若い漁師さんのためのみんなの家を作りましたで、えー、ここでもまた えー、学生さんや若い建築家や、えー、そしてまたあーここで実際に漁師をやっている人そういう人たちがみんなで力を合わせてこれを作りました、えー、これは胸が上がった時の写真ですねはい、えー、これがその元からあったバーレーンの小屋ですこれに継ぎ足したわけですはい えー、そしてついこの間のオープニングでは、まあ、こうやって、えー、魚を焼いて、えー、そして、えーえー、みんなで、えーえー、これからあここお新しい漁業をどうしていくんだと、えー、いうことを話し合いました、はいまあ、こうやって9県、えー、の「みんなの家」は子どものための「みんなの家」。 <laughs> あるいは農業支援のためのみんなの家さ、えー、まざ、あ、まな目的を持ったあみんなの家でそれぞれ、えー、少しずつ違っていますけれども、まあ、ここであの先ほど申し上げたように、えー、私はもう一回建築って何なんだろうそして、えー、建築家って建築家のために建築考えてんじゃないのという問題を。 はいで,、えー、でそこでちょっと抽象的な話になりますけれどもこの近代主義の建築これはまあ世界のどんな場所でも同じ建築を大量に作ることができるんだという趣旨で考えられています、えー、ですからえー、こう 自然との関係を断ち切ってしまう nature.、えー、そしてその地域とかその場所の特質アイデンティティとは無関係に世界のどこでも同じ建築作れるんだよという主張をします to exclude specific character between places.、えー、そして、えー、その土地にあった歴史とかこういうの文化 しし to exclude the regional history and culture で next、えー、つまりそれをもう少し具体的にお言するとまああの周りに自然環境あるいは歴史的な環境があってそこに一つの建築ができるとその境界をできるだけクリアにはっきりする、えー、そしてその中に <laughs> えー、その幾何学、えー、ほとんどは、まあ、現在都市で作られている建築のほとんどは、まあ、その水,水平垂直のグリッドの幾何学によって作られている、えー、そして3番目に、えー、その中にそのできるだけ均質なアーティフィシャルな環境を作ろうとする、えー、つまり、えー、南側でも北側でもあるいは低いところでも高いところでも 同じ環境をしようとするそのためにはできるだけ周りの自然環境からカットしてその方が技術的にコントロールしやすいとそれによって20世紀は大量の人口増加を都市が吸収することができたそのメリットは認めた上でしかしその弊害もたくさん出ている。 えー、そうやって均質な環境を作った結果、まあ、人間はあその都市の人々は同じみんな同じ均質な環境で同じように住み同じように働かなくてはならなくなった、えー、ですから人間までもが均質化してしまっているのではないかそれをもう一回どうやってその自然に対して開いていくことができるのか。 その問題こそ21世紀の最大の問題ではないかと私は考えています。でそのために <laughs> 私が考えている <laughs> 建築というのは一つはその境界を曖昧にする boundaries. <laughs> それから自然エネルギーを利用する現在の建築は、まあ、できるだけその境界をむしろはっきりして人工環境を作って それにソーラーパネルをつけるというような方法ですけれどもそうではなくてもっと自然の風を取り入れ自然,なに自然な環境に近づけていくということが重要ではないか、えー、それから3番目に、えー、もっとその自然界の植物などが持っているあるいは水の流れなどに潜んでいるルールですね。 えこういう幾何学をもっと建築も取り入れていった方がいいんじゃないか、えー、それから4番目には、えー、そうやって自然に近づくことによって、えー、方位の違いオリエンテーションの違いとか高さの違いをむしろ、えー、積極的に出していった方が表していった方がいいんじゃないか、えー、それともっと抽象的でなく自然素材を使ってもいいんじゃないか。 まあそういうことを今考えています。はい、で、えー、まあそ,それは必ずしもうまくいっているとは思いませんけれども今やっていることを、まあ、あ,のありのままいくつかのプロジェクトでご紹介したいと思いますまず最初に、えー、今年の6月に私が、えー、2年前からあ、えー、始めている私自身のプライベートなあースクール 非常に小さなスクールですけれども、そのための建物を作りました。えー、都心東京の、えー、住宅街の中にありますけれども、えー、まあ、今のみんなの家、えー、からの影響があ,あります。で、えー、ま,まずあのここに風を通すようなあ一番外の、えー、木で作られた扉があって。 えー、その奥に、えー、半屋外のスペースがあってその奥に初めて、えーえー、ガラスがはめられてその向こうが内部になるつまり中と外との間に中間的な領域を設けているわけです、えーまあ、ここから外が半外部ここから内があ内部ということになります、えー、はいで、えーここでは まあ地下にピットを掘って、えー、ほとんど、えー、人工的な冷房、暖房を行わないで自然の風、自然の,お風、えー自然のえー、暖気、冷気をあの利用しながら、まあ、この建物を賄 <laughs>、えーまあ、おうというふうに考えています。はいで、えー まあ時にはバーベキューもできるというようなテーブルも作りました、はいえー、そして、えー、ここで、えー、この小さな子どもたちと、えーまあ、あの土曜日に、えー、小さな、えー、スクールを開いてるんですけれども、えー、ここへ移る以前子どもたちはオフィスビルのワンフロアを使って、えーえー、この講座が開かれていました。 <laughs> その時と子どもたちの表情がもうガラッと変わりました、えー、本当にその外に近い環境でしかも地面の上でいるということがどれだけ子どもたちにとって <laughs> 安心感を与えるかそして笑顔をたくさん見せるか、えー、そういうことを自然の風多少熱くてもそこに自然の風が感じられるということがどれだけ子どもたちを <laughs> こう変えていくかということを味わっています。はい。えー、それから次に、えー、これは日本の岐阜市という山間部の都市ですけれども、えー、そこで今工事中のメディアコスモス、まあ、図書館を中心にした複合施設のプロジェクトをご紹介します。で、えー、これはちょうど、えー、震災の起こる 1>, 1ヶ月前にコンペティションのファイナルステージがあったんですけれどもこのような非常に低層の建物を提案しましたそしてこの西側にご覧のようなプロムナードも計画されましてこれもランドスケープのアーキテクトと一緒になって我々が提案したものですはい でえー、このおプロムナードは、えー、現在、工事が進んでおりまして実は、えー、明日東京に戻ってあさって、この岐阜市で、えー、オープニングが行われます、まあ、まだ7割ぐらいの出来なんですけれどもすで、えー、にこの並木が終わって、えー、おります。 あの出来上がりました、はい、そして、えー、南側に広場ができるんですけれども、えー、それに面したファサードで、えー、ここには、えー、中と外が通じるようなギャラリースペース、えー、一体化されたイベント、まあ、インスタレーションあるいはギャラリーのスペースもできますし、えー、2階の閲覧室から、えー、大きなテラスに出て。 えー、外の風を感じながら本を読むこともできます、はいえー、これが1階のプランなんですけれども9 0十× 8、え、0ーという大変広い面積を持っています、えー、そして、えー、この、えー、中央部に、えー、ガラスをで囲まれた、えー、いわゆる陛下の書家ですね えーえー、陛下のクローズドなあ書家が並んでいますでその周辺に、えー、ギャラリーそれから、えー、200席ぐらいの小さなオーディトリアムそして先ほどご覧入れたあー、えー、オープンなギャラリースペースさら、えー、に、えー、この並木に面したところはあ、えー、市民の NPO の人とかあ、えー、ボランティアの人たちがいつも集まって、えー、ここで自分たちの街をどう変えていくかということを話し合ったり作業をしたり、えー、あるいはミーティングをするような、まあ、スタジオであるとか、まあ、そういうワークスペースがこの黄色い部分ですね。えーはい でその市民交流センターと言われているその部分のイメージです。から、まあ、2階に特徴があるんですけれども2階のほとんどは開花の誰でもが自由に入って自由に本を取ることのできるスペースでここ,に、まあ、ここにエスカレーターエレベーター階段で上がってくるわけですがそうすると こういくつもの円形の部分があるここがその本を読む読んでいただく閲覧のスペースですそしてその周辺に渦を巻くスパイラル状に低い書夏が広がっていますでこれをこうグローブというふうに呼んでいるんですけれども えー、これは次の写真を見ていただくと分かるんですがこ、えー、ここが一番のの建物の中でで快適なな場所になるはずです、えー、そして、えー、このグローブには例えばここにある2つの子どものグローブは、えーまあ、寝転がって本を読,読むことができるようなあ、まあ、そういう場所であったり。 あるいはあこうブラウジングつまり、えー、ソファに座ってゆったり本を読むことができるグローブ、えー、あるいはあその半屋外で屋根はあるけれども外であるような、まあ、そういうあのテラスのグローブ、えー、さらにこの西側の並木、えー、に面したところには、えー、3メー,ターの奥行きのテラスがちょうどこれぐらいのテラスが。 8 0ーにわたって広がっていると <laughs>、えーまあ、あのこうやって、えーえー、できるだけこう自然環境にこう近づける、えー、そのような中間的なゾーンを取ろうとしているわけですね、はい、で、えー、そのグローブと呼ばれているのが、えー、この上から天井からつられている、えー、この えー、ポリエステルの素材で作られた軽いこう大きな電球の傘のようなものなんですけれども <laughs>、えーまあ、この下が一番、まあ、読書環境として適していると、えー、上から光も落ちてきます <laughs> そして、えー、天井も高い <laughs>、えー、で、えー、しかもおこのもう一つの特徴はこの屋根が えー、木,木造なんですね、えー、木のストラクチャーです。はい、で、えー、これは、まあここ、このエリアは大きな川がすぐ近くにあるので、えー、地下空間を作ることができない代わりに、えー、大量の,その地下水が得られるその地下水を使って、えー、この えー、2層の床の、えー、床冷房床暖房を行う、えー、そしてさらに、えー、ここから上がってきたその暖かい空気あるいは夏の涼しい空気をほとんど壁がない空間なので、えー、自然の力で、えー、巡回させて、えー、そしてゆっくりと循環した空気が 夏には一番高いところから自然に自然の力で出ていくで、えー、冬にはまあそれをえ閉じることによってここに小さなファンでえ循環させると、まあ、そうやってえその空気の流れをえ感じながらあそこでえ本を読むいろんなスタイルで本を読むというのがまあこの建築のコンセプトです。はいで、えー このエリアは非常に木材の豊富なところなので、えー、それを使ってこのようなシェルの屋根を考えています。でそれもまあこういう不定形の3次元の局面を作るのは、まあ、木材では普通大変で修正材で作るのが普通なんですけれどもここではこういう薄い板を重ね合わせて作る。 えこのように本当に2センチぐらいしかない、えー、住宅の床に使うぐらいのお板を実装ぐらい重ね合わせながら、えー、ビスで止めていくと、えー、フラットな材料でもこういう局面を作ることができると、まあ、そういうことをあのやろうとしているわけです。はい、で、えー、このグローブには上から柔らかく、えー、広がる自然光も降りてくるし まあ空気が流れていくようなまあ大変心地よい環境がここにできると思っています。はい、えー、はいはいまあこのようなイメージですね。来年の今頃には、えー、もう建築があの出来上がって、えー、います。 次はあの台湾の台北で作っている、えー、台湾大学の図書館のプロジェクトですね、えーまあ、ソーシャルサイエンスの、えー、新しいあの、えー、キャンパスと同時にあの図書館を中心に作りました、はい。今日は図書館の部分この前面に張り出している図書館の部分だけを紹介します後ろが教室室研究室等ですはい でここでもまたあいくつかのこう中心がありまして三、えー、つぐらいの中心があるんですけれどもそこからこう放射状に初火が並んでいますはいなぜ放射状かということがこれを見ていただくとお分かりになると思います まあこういうい放射状のえ花びらのようなあのパターンを描いてえそれをベースに座標にしながらこの柱の位置と屋根の形を決めていきました。 まあこれはあその幾何学を変えていこうというようなプロジェクトですね。<music> えこの中庭工程ヤードには、えー、自然の木があ残っていますので、えー、それとこう連続するような えー、もう木立の間で、えー、木漏れ日を受けながら本を読む,読むようなそういう場所を作りたいと考えたわけですで。建築はすでに出来上がってまだオープンはしていないんですけれども今家具が搬入されているところで、えー、これは最近の現場の写真ですけれども、えー、この出 えーまあ、初,初夏ですね本棚を、えー、竹の修正材で、えー、作りました、えーまあ、これは非常にあのうまくいって、えー、これからもこの竹の修正材というのは利用価値があるなということを感じているところです、はいえー、それから、えー、これはあやはりシンガポールで今工事中のお、まあ、高層の建築です、まあ、私はその あまり高い建築苦手なんです高,高くなるほどあまりこの、えー、自分でできることが少なくなっているグリッドの建築にならざるを得ないんですけれども、えーまあ、そこでどういうことをやろうとしているかをご覧ください、えー、一番まああの金融街の中心に立ちつつありますはいで、えー、ここではあそのファサードの まあ200数十メーターの建築でこれほど緑に覆われている建築は少ないと思いますが、はいでえー、ここでは、まあ、シンガポールは半世紀前までは森だったんだと、えー、その森が削られて、えー、建築に変わってしまっているそれをもう一回、まあ、ささやかではあっても えー、森に帰そうじゃないかというようなことを考えたわけですはいで、えー、ここでの特徴は、えー、この地上と2 5 0ルの上空では、えー、気温が2度から3度違います実測しました <coughs>、えー、そして空気もきれいですその空気を取り入れて、えー、このクールボイドという <coughs> 中央部のボイドスペースを通して下に送り込んで各階の空調をするその空気をまた緑を通過したところから外に浄化して排出するというようなことをやろうとしています、はい、これがそのエアインテークと呼ばれている空気の取り入れ口ですねでこの上空 えー、約4 5ー,ーにわたって、えーまあ、スカイフォレストという緑に覆われた空間を作ってそこにジムとレストランを置きました、はいえー、これがあその、えー、スカイフォレストのイメージです、はいでえー、ファサードはあー、まあ、ガラスの緩い、えー、ダブルスキンの部分と えその緑の緑テラスを持った部分分とにかれからエレベーターのお乗り換えのところにはスカイテラスと呼ばれる <coughs>、えー、3層4層吹き抜けの空間があります、はいえー、それから1階のエントランスの,おロロビーあのコア周りの壁もえ土を塗った盛んで自然素材の壁にしました。 それからここにはそのようなイメージを引き受けてデンマークのアーティストオラファー・エリアソンが、まあ、このような植物の根のようなアートを今考えてくれています。はい、最後のプロジェクトですけれどもこちらは台湾の台中市で工事中のオペラハウスのプロジェクトです。 えー、2006年からすでに7年かかってまだ工事が進んでおります、はいえー、ここにあの3つのオペラができる劇場が入ります2000席800席200席という3つの、えー、劇場のコンプレックスですね、はいでえーまあ、このような、えーまあ、不思議な断面なんですけれどもはい これをコンクリートの構造体にしようというわけですなぜまあこんなことをするのかと、えー、まあ人間の,その人体を考えていただきたいと思うんですが、えー、人間の体にはさまざまなこうチューブがありますね、えー、まあそのチューブというのはまあ人間にとって中のようでもあり外のようでもあるような空間です、まあ、そういう空間をここでも作ってみたいと考えましたはい えー、外のランドスケープが、まあ、そのまま中に入ってくるような、えー、公園がそのままあこの建築の中まで入っているようなそういう建築をお、えー、空間を考えているわけです、はいえー、上の方では、まあ、白い洞窟のようなイメージで、えー、ここにアーティストにあの大きな有機、えー、的なあ壁画を描いてもらおうと思っています 2000席のグランドシアターのイメージ、はいえー、それからあ地下にある小劇場ですけれども、ステージの後ろが開くと、外の野外劇場、アンフィシアターにつながっていくような、まあ、そういう中、外の連続性を作ろうとしています。はいえー、屋上庭園、まあ、ここでも コンサートやイベントができるようなスペースを考えたいと思っています。はい、これは断面の,あのコンピュータグラフィックスなんですけれども長手方向のセクションを1 0ンチごとにカットしてそれを連続したものです。 まあ水平垂直のチューブが交互にこうえ入れ替わっていく様子をご覧いただけると思います。 でえー、最近のお現場の様子なんですけれども、えーまあ、ようやく、えー、構,構造体が、えー、ほぼあの完成に近づいておりまして、えー、1月のお、えー、半ばに、えー、上等式、えーえー、が行われることに決まりました。はい えー、そして最後に、まあ、ちょっとお半年ぐらい前なんですけれども、えー、工,事中工事がどのようにして進行しているかというムービーをご覧いただきたいと思います、えー、まあ至る所このような3次元のコンクリートのカーブの連続なんですけれども。 えー、これはどこまで床で、えー、どこから壁かが、えー、区別がないので、えー、床面積がどうなのかが誰もわからない、えーえー、10cm 上がればもう床面積が変わっていきます、えー、これが大ホールですねそれから800席のホール、まあ、ここはもうすでに屋根がかかっています でえー、現場の足元にこういういトラスウォールを作るための工場ができ、まあ、こうやって、えー、延々とこの鉄筋をつな、えー、いでいくような工事が行われていました、えー、この工場もすでにもう取り壊されました。 非常にプリミティブといえばプリミティブな工事なんですけれども作り方なんですけれども、えー、まあ全く同じ場所が2箇所とないということを、まあ、延々と気の遠くなるような作業が何年間か続いたわけです。でこの鉄筋の両サイドに今ご覧いただいたようにメッシュを張ってそこにコンクリートを流すと。 で、えー、最後にこの網を剥がすわけですねで、えー、この上をモルタルでならして、えー、吹き付けをしてそれでもう仕上げというようなあ、えー、建築ですで、えー、来年のちょうど今頃、えー、大ホールのオープニングが決定しました、えー まあようやくあの最後が見えてきたというわけですね。はいえー、これがまあ最後なんですけれども、まあ、あの近代主義というのはまあできるだけ自然から遠ざかテクノロジーによって自然を征服しようと考えました。 しかし、我々は今、もう一度、人間はもともと自然の一部分だったんだ、建築も自然の一部分だったんだ、そういうことを思い出さなくてはいけない時期に来ているのではないかと考えています。あ,ー Thank you very much. ありがとうございました I'm sorry. Uh, time, thank you. Time is over. <laughs> no, 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 no. No, thank you very much indeed. That was an absolutely marvelous presentation. Uh, there is one question I really need yeah. to ask you. Um, and just before we go into questions, the questions will be uh, translated into, um, uh, into Japanese. So there may be a little bit of a time lag between questions being asked and, uh, and the answers coming through. So please bear with us, please. Um, going back to your um, program of the huts, uh, i found it absolutely fascinating as, a, as an approach towards social inclusivity. you had a list of exclusions in modern architecture. Um, can we also say that modern architecture in some ways excludes the marginalized people of our society? And if we can, then what resources creative resources, financial, regulatory, etc. need to be mobilized? And how? You're the man with the experience. Hi <laughs> Sorry.. 単にその自然との間のエクスクルージョンだけではなくて、えー、いろんな物事を機能であるとかあるいはあまあ,あのプログラムであるとか、えー、ものを切り分ける思想でできているクリアにこう分けていくという思想ですね、えー、まあその一つとしてその階層ということも、えー、分けられたんではないか。 分かれていっていいいっるのではないか私はまあそういうさまざまなその境界を全部こう取り払っていく曖昧にしていくそうすることがまあ人間にとってその環境を豊かにするそして居心地を良くすることだというふうにずっと考えてきましたですからまあ現在 えー、その都市に作られている建築が相変わらずモダニズムの思想で作られ続けているということが今おっしゃったようなあその階層構造を作っていることにもなっているんじゃないか、えー、それも含めて少しでも変えていきたいと思っています。Yes, Ladies and gentlemen, questions from the floor, please. I'm sure we must have dozens of questions for Toyo Ito. Any questions, please? Any questions from the floor? Gentleman in the front row. <laughs> um, the first question that you asked about the blurring the social boundaries is probably the most fundamental ones, But will you excuse me if my question is more about design, it's more about form? <laughs> uh, not that I think it's more important, but I. I'm a designer myself. I, I, you are, uh, Ito san, and so am I, a child of modernism. And it's very difficult to reject the principles of modernism that we inherited. And I, I like the fact that you, you define modernism with this very beautiful, simple diagram as being one that defines boundaries, that defines a very regular internal geometry, and that also creates a homogeneous climate and you, you criticize the homogenous nature of modernism. So I was thinking, when you were showing your projects, to what extent are you uh, playing with these principles of modernism, or to what extent are you actually rejecting them? And I find that in the Gifu project, in the Taiwan University project, and also in the Singapore project, as you say rightly, it's a different kind of animal. You are still, in a way, in a way, playing with the boundaries of modernism. You still define a frame that you work in. Inside the frame, you establish a much more playful geometry, but there is a regulatory geometry. You make it turbulent, you make it chaotic, you make it break out of the conventions that we've had, but you're still keeping in a, in a dialogue rather than a rejection. And as a result, I think the, the one project which completely transcends all this is the, is the opera house. I mean, that is, in a way, breaking all the rules. It's creating a different kind of animal uh, uh, than the one we are used to. So I find that project, I'm still waiting, as you are waiting, for the outcome of that. But my question is to you: is, is this question? To what extent uh, are you. Engaging a dialogue with modernism rather than rejecting it, there is still a certain homogeneity in your design. There's a consistency in your design. It is not heterogeneous like uh, like Conin Rowe claimed in Collar City. Let us go for heterogeneity, for conflict between geometries. Your, uh, my question is to you is it Are you adhering still to some of the underlying principles of modernism? えー、まああの現代社会はいまあえー、未だにいい完全にモダニズムの、まあ、社会であると、えー、建築を作るシステムあるいはコンペティションというシステム、えーまあ、そういう中で、えー、私ができることはもちろん限られています、えー、しかし、えーまあ、そのプロジェクトによっても、えー、まあ そことの対話がどこまでこちらがこう、えー、その自分の思想を進めることができるかどこまでしかできないかっていうのは、えー、まあプロジェクトごとに違っています、えー、そしてご指摘があったようにその、えー、例えば台湾大学のその図書館のプロジェクトではあそこではその 限られたあその境界の中でその、えー、あのようなあその気化学を操作するということをしかできていないしかし私はまあそういうことをその建築というのは常に相手があって自分で絵を描くだけならどんなことでもできますでもそれを実現していくということが僕にとってはあ建築にとって重要な意味を持っているので えー、それをその相手とのお、えー、対話の中で、えー、どこまでできるか、まあ、あですからあここまでしかできないケースもありますが、まあ、そういうことを繰り返しながら一歩ずつ進めていきたいと、えー、岐阜のプロジェクトでは、まあ、今までよりは、まあ、少し内外の関係を変えることができるのではないかと思っています。 えー、それからまたあそのオペラハウスのプロジェクトではまあそういう今日お話ししたようなこととは別に何か人間の持っている力のようなこと、えー、あるいはエネルギーのようなものをそ,のそこを訪れてくれた人々と共有できるのではないかまあまあいろんな方法を通じてとにかく今の社会を少し変えたい。

えーまあ、MST のような高層、まあの建物で、えーまあ、あのキャピタルンドというのは、まあ、シンガポールでも大変、まあ、大きなクライアントで、えー、デベロッパーで、まあ、僕は正直言って、えーまあ、こ,んこんなことは提案しても、えー、受け入れられないかなと思いながらあのプレゼンテーションをしたんですけれども意外にもその。 ボスが、いいじゃないかと言ってあそこまではまああのですからまあ何なんていうのかなその,その国今の香港でもその香港の持っているエネルギーとか、えー、建築に対するその信頼感とか、えー、期待感とかまあそういうことが まあ少しずつ建築を変える力になり得るんじゃないでしょうか。はいやー。はます。私たって、常にちででは、私たちのコンでューターを使は、ないからって、は、 まあ、あのいいチームを組んで、えー、いいダイアログの中から生まれてくるわけですから、まあ、こういう素晴らしいあのコンピューターにあの、えーえー、たけた、えー、スタッフが <laughs> いるからできるんじゃないですか。OK? イ <laughs> トさん、<laughs> thank you very much. Thank you very much. <laughs>